チェロチャンネル、ポロチェロチャンネル、ポロチェロチャンネル。はい、ミラの絶景ですね。はい、今回来てるんで行ってみたいなと思います。行きましょう。まあ、トコキャラでね、うん、イベリス、うん、でディアナ、ライゼ、うん、であとまあ、ヘビーワープなんで、まあ、サルバ、うん、を連れてきてちょっと行ってみたいなと思います。はい、まあ、今回ね、もう正真正銘の初見なんで、おこれでちょっとね行ってみたいなと思います。ではこれは初見詐欺ではないのですね、うん、今回はね、うん、ちょっとまあ、徹夜明けで寝てたっていうのもあるし、そうでしたね、うん、じゃあちょっと行ってみましょうかね。はい、怖いなの、うわ、なんか今まで見たことないやつがいっぱい出たね。もうツッコミどころがいっぱいある。クマさんと箱と反射とステップみたいな、なんかね、うん、なんか結構てんこ盛りやね。てんこ盛りだね。とりあえず、うん、まあ、ちょっとはまれるかな。そうだね、とりあえず、お、やっつけましたね。まあ、そこにはまるつもりじゃなかったんやまあこのねワープマンのおかげでね、うん、お、この赤い、見てこれ、なんか鬼みたいなマークになったね。怖いな、踏みたくないな、ここ。これはなんかまあ、あからさまに何か悪いことが起きる感じよね。起きるよね、やめとこうか、うん、縦勘で、あ、そうだ、サルバ触って、そうだね、うん、ちょっとこう徐々に徐々に反射も踏め、あ、踏んだ、あ、なるほどなるほど。おお、ハートになったよ。下の色に合わせて、その濡れてたら回復で、うんうんうん、濡れてなかったらなんか鬼が出るってことね。あ、ということはハートさっきちょこっと回復したから、うん、鬼はダメージってことかな。そうだろうね、おそらく。あ、なるほど。で、うん、箱は、うん、あの反射板消すから。どういうこと。さっきなんかさ、箱がおったやん。うん、箱いた。あいつが、なんていうかな、反射板を消しちゃうから、死んだ時に。うんうん、怖いなこれ。そうなるともうダメージしか食らわなくなっちゃうね、うんうん、なるほど。塗ったらハートになるのかな。うんうん、塗ったらハートになる系。じゃあでもこいつがさ、はい、なるほど、常に、あ、常に塗るからね。この本屋さん倒さなきゃ。なるほど、こいつが悪い、ね、うん、悪いやつですか。だけ、本屋さん先に倒して、うん、箱みたいな感じかな。箱はまあ最後いいのかな。まあできれば最後がいいよね、うん、特に害はないんだよね、箱は、うんうんうん、あとこのラッパと剣ですよ。そうだね、剣はなんか結構火だめが大きそうやったっけ、ね、ラッパーがちょっと分かんないけどね、どんなあれかが、謎のね。うん、あ、ラッパーはビーム、あ、ビーム、ビーム出たね。あ、でもこれは俺この本屋さん倒せちゃうんですよ、うん、これ。お、本当だ、やりましたね。うんうん、しかも剣も倒したし、あ、箱倒しましたよ。箱も倒しちゃったまあまあ、でもこれは下取ればね、うん、まずラッパー右上倒せるし、右上から倒した方がいい。あ、いやいや、いいよ、それで、まだいいよね、うんうん、ライゼンのリンクコンボでもいけるだろうし。オッケーオッケーオッケー、結構ダメージよね。うん、なるほどね、まあいろいろここもまた考えることがいっぱいありますね。そうだね、やっぱ本屋さんを、うん、あ、いい、本と剣をまず殺したいよね、こいつらがやっぱ強そう。じゃあもうこう、こんな感じで完全に縦勘でいます、うんうん、ね、うん、お、いいね、本屋さん倒しましたよ。しかもラッパさんも結構なダメージ受けてるし、うん、ダメージよね。お、今ハートだからね。あ、そっかそっかそっか、踏んでしまったらトクロになる、ね、そうなんよね。まあでもそんなにダメージは大きくないのかな、このステップは。右上のハートから取っとく。ここ、ああ、ここから回っていく感じかな、うん、あ、うお、怖い怖い怖い、剣、何あの剣の
攻撃範囲ねえ怖いな。まあでも順調じゃないですかこれ。ねえ結構順調だね、うんうん、もうこいつも倒せるし。そうだね。ドクロなった。まあ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 、あれだね、計算しないと怖いね。そうやね、地味にね、このダメージもね、うん、チリも積もればで。おお、お、ボスっぽい、ボスっぽい、ボスっぽいね。ピエロなんだ。あ、なんかドラクエとかで出てきそうじゃないこいつ。ああそうだね、なんかサーカスっぽいここねえ。あ、サーカスなんだねこれ。あ、そうなのかなやっぱり。でもピエロってことは、ね、うん、ピエロだし、なんかラッパーだし、カラクリあるし、うん、マジシャン的なね。これも本屋さんと左のでかい剣をまず倒しときたいよね。そうだね、ちょっと反転を見たいけど、反転ってどこにあるのかしら。あ、ディアナの後ろか。あーそうだね、じゃあこれで、うん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 、うわーって。あ、でも箱が、箱が、大丈夫大丈夫。あ、俺これ本屋さん倒せそう。あ、本屋さんはいけるかな。うん、ただ剣がね怖いとこやね。剣ね、怖いよね、剣ね、残すと。うん、あー、ごめん。おおお、でもね、剣。あー、よかったよかった。倒した倒した。よかったね。うん。ただね、このピエロの動き、超気持ち悪い。私、一人で周回、怖いな。どうしよう。これ、V 字で行った方がいいんじゃない ?V 字って。山なりに。うんうん、山なりにね、うん。そっかそっか、そしたら大丈夫。お、いいですね。ただもうライゼダメージの上に乗ってますからね。そうなんですね。ただカロリーあるからトントンかな。硬いね。硬いね。が踏まれた。召喚系よこれ。うん、厄介なね。剣から倒しましょうか。そうだね。頑張ったけどね。うんうん、いやいや、いいと思うよ。見てくれたリミが、うんうん、おおお、幻想的やね、なんか急に、あの手後ろ髪引かれるような手なんかこういうボスにするしてくれるとなんかテンション上がるよね。そうだね、ボスっぽいもんね。どうしよう、うん、これはこれはまた V 字がいいんじゃない。 V 字か、 V 字に行きましょうか。ちょっとあのなんだっけこいつ、イベリスに当てつつ。そうだね、なんかイベリスの名前が覚えれんな。うん、まだ耳に慣れないよね。うん、おおおお、やばいね、剣が。剣まずいね、うん、ちょっと反転をしながら。あー、そうね、行きますか。うん、カロリーも取りつつね。お、ナイスナイス、よしよし、これはナイスですよ。それは結構強いよね、ここ、うん、お、ありがとうございます。これも一回使っとこうかな。使っちゃう。うん、頑張れ。本気をお見せするわ。見とれすぎないでね。美しく華やかに。弱っ。まあ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 。うわ。おー。痛い。連動してたんだ。怒ってるディアナ。とりあえず反転をしたいけど、ね、下も倒したい。こうか。そうだね、踏まないように右下を。オッケー。とりあえず、あ、いやいや、ザコは倒したけど、うん、怖い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 。また召喚か。剣倒したよね、うん、回復もしたし。まあまあまあ、うんうん、
多分次倒さないと連動するのかな。あ、右上のやつね。右上のやつ、いや、こう、あ、いや、右上はまだ攻撃しないけど左下じゃないかな。左下のやつも即死攻撃だよね。こう縦感がいいんじゃない。こう、こっち、こっち、こうリンクコンボ当てながらこう、あ、そう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 、オッケーオッケー、ハートも取れるしね、うんうん、オッケーオッケー、おー、ナイスナイスナイス、いけました。もうこれ、いやー、この手最後の手、名残惜しい感じがね、うん、よし、最後ですよ。最後ですね、うんうん、ちょっと剣もやっときたい。おお、すごいすごいすごい、いいじゃないですか。偶然の産物ですが、うん、今の偶然も実力のうちですよ。弱点が出てるから使う？あ、使おうか。とりあえず無事、うん、無事でいいかな、うん、刈り取ってやって、お、すごいすごい、なんかめっちゃいい場所じゃない。 お、結構与えた、うん、ライズもね、このスキルも強いもんね。あれあれ、これまずい、クマさんまさか連動するのかな。あ、大丈夫だった。おお、防げた防げた。お、これは刻みましょう。カロリー取りつつ刻んじゃう。刻みたいけど嫌だな、この、まあ、一つぐらい踏んでもいいか、うん、よし、仕上げるよ。お、いいですね、順調ですよ。じゃあ俺も刻みましょうかね。うん、刻んでくださいね。あれ、あこれ多分普通にこっち使った方が強いと思うね。なるほどね、リュミさんね、リュミで行った方が、そうだね。ハートも取ます。おー、よしよしよし、おー、クリアしました。まあ、結構すんなりいったね。そうだね、ただその雑魚を残してしまうと辛いよ ね、 ね、結構考えながらいかんといけんね、うん、雑魚処理しつつ、うん、でもね、そうなるとね、こうボスの、お、即死、何この武器、あ、出てきた、何か武器、イーゲルバレスとっちゃったっけ。お、弓だ、しかもレベル5が出ましたよ。そうね、お、ゲットしましたよ。なんかこう一個の企業に一人はいそうな感じよね。なんか受付とかに、ね、そうそう、受付とかにちょっとさ、うん、いそうな感じじゃない。いそうだね、ちょっとなんかエロい感じでさ、お客さんをもてなすみたいなね。ジローさんの会社にもいるんですか。いや、うちの会社にはいないけど。ゲットしましたね。ねえねえ、よかったね。うんうん。まあ、ちょっとね、もっとさ、アップデートしろってきたよ。お、アップデート情報が。あ、ランクマッチの不具合修正って。あ、そうでしょう。ポロがなんか言ってたもんね、そういえば。そう、ダメージがね。なんかプレゼント来てるよ。え、お、お、あ、違うか、これは。ジュエルも来てる、うん、あれ、10連したいな。すごいタイミングでこんな感じになったけど。はい、まあちょっとね、新しい、今回は絶級ダンジョン行ったけど、うん、まあ、特攻キャラでね、固めていったけど、まあ、もっと多分周回が早く進める組み合わせとかもあるだろうから、うんうん、まあ、それはちょっとね、今から見つけていこうかなと思います。そうですね、はい、じゃあ今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。